芋餅って実在するんだ。しかもちゃんと北海道料理。北海道フェアやってたから食べたけど腹に溜まるけど美味しいね。これをついでみたいに食べてるレジェンズメンバーは一体。本場北海道でもご飯のおかずになるならないで喧嘩になるやつだ。うまいだろう芋餅は。もっちりもちもち食感系の芋餅。噛み切りやすい固め芋餅。おやつよりの甘々芋餅。ご飯よりのしょっぱめ芋餅。あらゆる芋餅がうまいが特にスキー場のロッジで食べる芋餅は大変にうまい。君も芋餅もち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 。腹持ちもいいしフィールドワーク向きなのだ。めちゃくちゃ動き回るからカロリー消費もすごいのだろう。ただこれ試食感覚で食べたら飽きそうにも思えるがどうなんだろう。ベースは芋と片栗粉だから味付け次第で割とどうにかなると思う。実際の芋餅も使う芋を変えたりタレを変えたり中身を変えたりするらしいし。腹に溜まるようなものを10人分くらい食べてた島星さん何者。芋餅1個 55.5 グのカロリーは約86かかる。10個で約860かかる。参考までにご飯15合で778かかる。成人女性でこれってすごいな。よくあの細い体に収まってる。剛健の使い手らしいので新陳代謝がすごいのだろう。しょっぱめでチーズ入れた芋餅好き。たまに食べたくなって作る。ファミマでも売ってるよ。甘じょっぱいタレの芋餅が好きですね。変化球だがかぼちゃの芋餅もいいぞ。ファミマのやつ美味しいよ。チーズを入れるとめっちゃもちもちしてうまいぞ。作り方も簡単だしぜひやってみてほしい。カロリーが高い食べ物はうまいっていうこの世の摂理みたいな食い物だよな。サムネの丼ってご飯で合ってる？レジアルで初めて知って平ご飯と一緒に食べるんだと思って作ったらめちゃくちゃ腹に溜まる炭水化物の塊だったからご飯と一緒に食べるんだってなったんだけど。焼きそばとかお好み焼きをおかずにベー食べるみたいな感覚なんやろか。タレがうまく作れない。タレなしもうまいよ。じゃがいも 2.3 個に対して砂糖小さじ2くらいと塩小さじ3分の1くらいで味付けしとくとタレいらない。お祭りによくある2個串刺しにしたのを200円でバクバク食った覚えあるから10個はいけなくもない量だと思う。食べたことあるけど、脳内でこの BGM が流れた。この曲、曲名がわかるまでずっと芋餅のテーマだと思ってた。デジアルが出た頃、芋餅のレシピがネットで流れまくっていたな。スレ盗みたく芋餅って実際にある料理なの？って人も結構いた。これと似た、かぼちゃ餅ってのも美味しいよ。自分の家ではアイスボックスクッキーみたく棒状にして食べたい分だけ切って焼いて食べていた。チーズを中に入れてあげるのもいいぞ。カロリー爆弾だけどね。業務スーパーに売ってたやつすごい美味しかった。ドサンコです。子供の頃ばあちゃんが作ってくれたけどタレなしだったしスーパーで売ってたのもタレなしだったからレジアルのは？ってなった。焼きたてに塩振るのも美味しいよ。じゃがいもの代わりにさつまいもやかぼちゃで作るとおやつ系になるぞ。片栗粉は入れすぎるとゴムか？って食感になることあるからね気をつけてね小麦粉でも代用できるぞ。各種コンビニでも売ってる知名度の高さを誇るホットスナックだ。ホットスナックつまり熱々の方がうまい食べ物なわけだが、冷めないうちにドカ食いはかなりきつくないか、島星さんの胃腸すごいな。道民は、正直店とか屋台の揚げたて芋餅は好きじゃないがそこら辺のスーパーで売ってる冷凍のやつはめっちゃ好き。タレとか面倒いもん作らず塩振ってくるのが一番うまい。冷めてもうまいのが最高。あれだけの山を駆け回ってたり品が一匹デスクワークしてたらそら食べるわ。めったでんぷんだもんな。そりゃうまいよ。レジアルに影響を受けた姉ちゃんが作ってくれたわ。うまいけど真っ赤で腹に溜まる。芋餅見た時のどさんこ愛、めっちゃ懐かしいなぁと考えに浸る。これ小学校の家庭科の調理実習で題材に選ばれることもあるんだよな。芋餅に限らずレジアルで見たを大量に見ることができる札幌市厚別区の北海道開拓の村にはぜひ一度は足を運んでほしい。幼児ごまとか草履とかをクラフトする体験もできるぞ。丸い形のだけどカラオケ感にもある。前は醤油とバターと海苔をつけてたんだけど最近は甘くなったとかって聞いた。じゃがいもの皮を剥く、粉吹き芋茹でた後火にかけて水分飛ばすにする、潰した後芋1個につき大さじ1の片栗粉適当でもなんとかなるを混ぜて粉っぽくなくなるまで練る。これでできるし冷凍保存も可能炭水化物の塊なので幅広い味付けが可能。栄養バランスはもちろん良くないけど休みの日にテラピ集めやら単純作業のお供にダラダラ食べるのにこんな適したものはないぜ。翡翠の銀河団本部を見たいなら札幌大通りの赤レンガ庁舎をぜひ、ただいま改修中で来年かな？に終わるそうなので、それでも仮設見学はできますよって。ゲームの信号からは消されたけど現実の北海道に残ってるのがなんか面白いよな。俺たちの芋餅が浸透しつつあって道民としても鼻が高いよ。